はい、それではギャスでセルを移動させるという方法について一緒に確認をしていきましょう。まずファンクションを作ります。ファンクション、セルムーブぐらいにして波括弧作って閉じますと。で、シートの取り込みからやってみましょう。SP にしますね。スプレッドシートの、スプレッドシートアップドットゲットアクティブスプレードシート。はい。で、次はシートですね。スプレッドシートの中のシートを取り込みます。シート1にしましょう。SP ドット、ゲットシートバイネーム。で、ここに名前を入れます。これですね。よいしょ。コピーして、貼り付けですと。じゃあ動作確認のために、A の1に1を出すというものを書いてみましょう。1ドット、ゲットレンジの行です。列です。はい。で、セットバリューですね。バリュー1を入れます。はい。これで動かしてみましょう。関数を選んで。はい。1が出ました。うまくいきましたね。じゃあ次は、セルの移動をギャスでやるということですから、この列は同じで、行がこう、どんどん移動して、1をここに入れていくっていうことをやってみたいと思います。で、ここで for 文というものを使います。for 文ですね。で、for 文は、書き方、for 文の中に、間に入ってる、処理ですね。この波括弧の中にある、ここですね。ここに書いてある処理を繰り返すということになります。で、書き方ですけども、変数をまあ用意するんですけど、まあ、慣例で i を使うことが多いので、 i イコール i という変数の中のスタート開始の i の1を書きます。 i イコール1で、終わりの条件を書きます。まあ、5以下ぐらいにしときますか。で、増え方ですね。1から5までどういうふうに増えてほしいかっていうのは、1個ずつ増えてほしいので、 i プラプラというふうな書き方をします。で、実際にここに処理を書いていきます。で、処理はこれを使わせてもらいますと。よいしょ。ドンと。で、ここ i が1の時は、行を変えますから、ここを i にしますね。i が1の時は、ここが1になって1が入る。で、ここまで行くと戻って、こっち戻って、ここで1を追加されて2になりますから、次ここ i が2の1っていう風になって、どんどん上からこう追加されていくと、書かれていくということになるはずです。じゃあちょっと確認をしてみましょう。よいしょ。はい、うまくいきました。じゃあ今この行を動かしましたので、次は列の方をちょっとやってみましょうかね、確認のために。こうすると、列の方がこう変わっていくというふうな動きになってきます。じゃあちょっとやってみましょう。実行ですね。実行、ドン。はい、うまくいきました。で、この行も動かして、列も動かしたいよっていうときは、この中に、この for 文のこの中に、もう一個、for 文を書くということをします。で、じゃあ、i を、行にして、よいしょ。で、J っていうのをもう一個作って、これを列をそう、司るということにして、ちょっとやってみましょう。はい。じゃあ、ここ今、i が、4が i ですので、次、列を書くやつは、J イコール、これも1から、J は5以下にしますかね。よいしょ。以下にして、J を1個ずつ増やすと。いう形ですね。で、この中の処理をやりますよってことなので、こういうふうにします。はい。ちょっと整えますか。よいしょ、よいしょ。で、この中ですね。左側が行ですから、行は i して、列を j にするということになります。で、これどういうふうに動くかっていうと、i が1の時に、最初は j が1なので、ここは11ですと。
なったら、ここの部分ですね。ここまで来たら、もう一回この、ここの方に戻ります。で、J だけが変わりますので、I が1のまんまで、ここで J が2になって2になります。つまりここは、2回目は1の2というふうに変わるってことですね。で、もう一回ここまで来たら、また J だけが戻る。ここに戻ってですね。J だけが3になって、1の3っていう動きをします。で、これが J が5になるまで、ここの中を、ここの中をくる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 何回もやってくれて、終わったら、次ここの括弧に来て、4分の頭に戻って、やっと1が、I の1が I の2に変わって、また降りてきて。で、ここが2に変わった状態で、J が5になるまで、ここでくる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 やってっていうのをやってくれるプログラムになります。で、出方としては、ここが出て、あ、そうか。正確に言うとですね。まず、1行目ですね。行の方が固定されてるので、こうですね。5終わったら、次こっちに来て、こういう感じで書かれていくことになります。じゃあちょっと動かしてみましょう。よいしょ。ちょっと時間がかかりますね。出てこないですね。あ、出てきましたね。処理に時間がかかってますけど。ちょっと処理に時間がかかって心配だなっていうときは、コマンドとエンター、Mac の人は押すとですね、ログっていうのが出てますんで、この中で、まあ、何が起きたのかなって確認することができるんですけど、まあ、出てくるのが今ご覧の通り、ちょっと遅いっていうことはありますけど、ここで何が起きたかは確認できます。まあ、ちょっとログの出し方はまた別の機会にお話しようと思いますけど、まあ、ちょっと今簡単にお伝えすると、console.log と書いて、ここの括弧の中に吐き出したいものを入れると、まあ出してくれるということなんですけど、ちょっとせっかくなんでちょっと確認しますか。じゃあちょっと i の値をログに吐き出させるっていうのをやりながら、もう一回これちょっとやってみましょうかね。よいしょ。はい。と時間が、ああ、すぐ出ましたね。で、これで、はい。今、i の部分をこう吐き出せて書いたので、こういうふうなやつが出てきてます。まあ、こういった形でなんか問題がありそうだなと思うときは、この console.log を使って変数の中を確認することで何が起きてるかっていうのを把握することができるので、便利ですので、ぜひ覚えておいてみてください。では、とりあえずこれでセルを動かすということを for文を使ってやったということを学びました。何か参考になれば幸いでございます。じゃあ今日はここまでです。ありがとうございます。